はい、皆さんこんにちは、フィットネスネタヒロです。今回もご視聴そしてガー筋トレありがとうございます。このヒートレベル2はレベル3よりも少し強度を下げてお作りしました。ただ実際に僕がやってみた感想としては強度下げたけどちょっとねかなりきついです。レベル 2.5 ぐらいだと思います。なのでもしこのトレーニングをやってみて、いやこんなんきついわヒロさん無理ですって思われても、ほんまに全然気にしないでください。トレーニングっていうのはもうどん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 と自分自身をレベルアップしていくことなので、このレベルアップをしていくとこのレベル 2.5 もそのうち絶対できるようになります。なのでもし今回の動画が最後までできないなと思われた場合、今後レベル1も投稿していく予定となっているので、ぜひですねそちらでまずはレベルを上げて、そしてまたレベル 2.5 に戻っていってください。そしてレベル 2.5 でまたレベル上がったら、ぜひですねいつの日かレベル3も挑戦してみてください。ということで早速レベル2の腹筋ヒート、腹筋違うヒート、腹筋ヒート一緒に頑張りまくりましょう。はい、ということで早速今日もバチバチに筋肉追い込みまくっていきましょう。レベル2って言ってますが 2.5、 いやむしろレベル3が強すぎたっていうことでめっちゃきついんですけど、最初から全力でやっていきましょう。しっかりとお尻を後ろに突き出すようなイメージで体を下げた時に筋肉で体を支えて、そして筋肉で体を持ち上げたにアッパーしていきましょう。めちゃめちゃいい感じ、その調子その調子、やる気もね高めまくっていきましょうか。じゃあ残り2秒間アッパーしていきましょう。 OK、じゃあ続いてはジャックスやっていきます。パーク、パーク、できるだけ体幹固定しながら足を開くとき、そして手を開くときだけでなく、手を閉じるとき足を閉じるときも早く閉じてみてください。もうね開いて閉じて開いて閉じて、めちゃめちゃ早くやっていく。どん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 脂肪燃えてますからね、マジで今めちゃめちゃ脂肪燃えてますから、そのままいきましょう。もうね全力でやりまくって脂肪を燃やすだけじゃなくて、なんか己を高めまくっていきません？めちゃめちゃ動けるみたいな感じで。じゃあ続いては皆さん大好きなバーピーですよ。ということでしっかりと体幹を固定しながら、できるだけ高くジャンプしてみてください。重力どん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 重たく感じてくると思います。戦っていきましょう、戦っていきましょう。もうね高み目指してできるだけ高くジャンプして、めっちゃいい感じですよ。しっかりと体幹を固定して、結構ねブレやすくなってきます。疲れたら疲れた分だけ腰上がったり下がったりしてくるんで、あえてそこで固定することによって筋肉への負荷上げてくれますんで。じゃあスクワットアッパーと、そしてバーピーをして次は腹筋に行きますので行きましょう。追い込む準備はいいですか？お尻を後ろに突き出すようなイメージで骨盤の前後運動です。そして大切なことは下半身の筋肉で体を支えて、そして下半身の筋肉で持ち上げた時に全力でアッパーしていきましょう。まだまだここから、ここから全力で全力で、できるだけアッパーも力強く。残り5秒間、もうめちゃめちゃええ感じじゃないですか。もうそのままいっちゃいましょうか。後先考えずにね、まだちょっと残ってるからってちょっとこの辺で力抑えとこうなんか思わないでくださいね。今このバーピーにあなたの全力をもうぶちかましてください。めっちゃ追い込むじゃないですか、さすがじゃないですか。そのまま今というこの瞬間を全力で精一杯ぶちかましていきましょう。じゃあ残り10秒間しっかりと体幹固定しながら、できるだけ高くジャンプしていきましょう。めちゃめちゃわかりますよ、全然ジャンプできへんみたいな感じになると思いますけど、まだいける。OK、 じゃあ続いては腹筋の種目いきたいと思います。クランチからです。丸々丸々、しっかりとお腹の筋肉を使って体を丸めてみてください。持ち上げるという感覚よりはどっちかというと上半身を縮めて丸める、腰もちょっと丸めてみてください。急に負荷増えません？それ、あえて筋肉への負荷増やすことによって筋肉バチバチに育つんで、もうかっこよすぎる、美しすぎる、最強すぎる、そんな体を作っちゃいましょう。己という体、自分という主人公をどん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 磨き上げてレベルアップして、さあ続いてはサイクルクランチ一緒に追い込んでいきましょう。筋トレはもう頭じゃやるんじゃなく、いや待って待って、なんてめちゃめちゃ感じた、頭じゃなくて筋肉でやるんで、頭でごちゃごちゃ考えずにとにかく筋肉を動かして動かして、やるかやりまくるか、頑張るか頑張りまくるか。さあ残り6秒間、しっかりと丸丸丸丸、斜めに丸まってお腹腹斜筋横腹使いまくってください。めっちゃいい感じ。じゃあ残り次の種目、残りじゃない、ごめんなさい、ちょっとテンパってきたな。じゃあレッグレイズいきましょうか。上半身しっかりと丸まって、
で、そしてお腹で体を持ち上げてください。お腹で体を支えて、そして足がお腹から生えてると思って、お腹で足を支えて、お腹で足を持ち上げる。常にお腹めっちゃわかりますよ、丸々どんどん消えてくると思います。だからあえてそこで丸まってみてください。お腹と言ってください。マインドマッスルコネクション MMC、 これね、お腹の筋肉意識すればするだけお腹のトレーニング効果爆上げするというものなんですよ。しっかりと筋肉を意識してやっていきましょう。じゃあ続いては肩下げて肩甲骨開いて、お腹で全身を支えながら足をブイッと上げていきましょう。この時もできるだけ上半身を動かさない、ここがポイントになってきます。あえて動かさないことによって負荷めちゃめちゃ高まるんで、めちゃめちゃあえて負荷高められてるじゃないですか。マジで最高ですよ。体変わりまくってます。どんどんレベルアップしてます。ということで腹筋の種目はここまでとなりますので、続いてはパンチ&キックヒートの種目いきましょう。できるだけ全力で全力で、目の前にいる敵、すなわちそれは己の敵をぶっ飛ばすかのように、とりあえず頭でごちゃごちゃ考えずにパンチとキックで全部ぶっ飛ばしていく。めちゃめちゃええ感じ。そのままそのままパンチとキックで己の敵ぶっ飛ばしていきましょう。じゃあ残り1秒間 OK です。じゃあ続いてはバックランジです。大きく足を後ろに踏み出して、前に出てる方の足のお尻で体を支えて、そしてお尻で体を持ち上げてみてください。ちょっとね、感覚で言うとお尻をキュッて締めるような感覚に結構近いんですよ。常にね、お尻お尻お尻っていう感じでやってみてください。マジでめちゃめちゃいい感じじゃないですか。じゃあ残り9秒間しっかりと大きく足を後ろに踏み出して、止まらず止まらずキープゴイン。足踏みしてもすり減る靴底、それやったら前歩いていきませんか。とにかく前に前に前に進んでいこう。いいじゃないですか、そのまま。じゃあ続いてバービー一緒にやっていきましょうか。しっかりと体幹固定しながら、できるだけ今の自分でできることで OK なんで、今の自分ができるだけジャンプしてみてください。しっかりと体幹固定して、ボッボッボッボ脂肪燃えてますよ。しかもめちゃめちゃレベル上がってますよ、上がりまくってます。じゃあ残り4秒間しっかりとあえて体幹固定しながら、できるだけ高くジャンプしてテンション上げる。 OK です。じゃあ10秒間休憩して、続いてはパンチ&キックです。 Do you know your enemy?ぶっ飛ばしていってください。その The Enemy をぶっ飛ばしていきましょう。しっかりと体幹固定しながら、できるだけパンチとキックを全力で全力でやっていきましょう。めちゃめちゃええ感じ。まだまだ全力いけるんじゃないでしょうか。もっと全力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 精一杯でナイス。ということで続いてはバックランジです。大きく足を後ろに踏み出して、お尻で支えて、お尻で持ち上げる。そしてあえて常に筋肉が動き続けてる状態を作ってみてください。めちゃめちゃ筋肉動かすじゃないですか。マジで筋肉めっちゃ喜んでますよ。そのまま筋肉を喜ばせちゃってください。お尻でしっかりと支えて、お尻で持ち上げる。前の足のかかと使うと結構ね、お尻使いやすくなります。ちょっとね、イメージお尻お尻お尻でやっていきましょう。 OK。じゃあ続いての種目でラストとなりました。これでラストですよ。後悔のないようにあなたの全力をこの20秒間にぶっつけて、めちゃめちゃ大事なところでなんか言葉詰まったということでいきましょうか。こんな感じでいいじゃないですかね。適当に楽しく頑張っていきましょう。ということで体幹しっかりと固定しながら、できるだけジャンプ、もうぜひ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 ぜが火でも全力で全力で全力でジャンプしてみてください。めっちゃ頑張ってるじゃないですか。ナイス、お疲れ様でした。マジでめちゃめちゃええトレーニングができましたね。自分自身にほんまにね、ほんまに大きな拍手、そしてナイスと目まくってあげてください。もしチャンネル登録はまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた次回の筋トレ動画でお会いしましょう。バイバイ。